モーニングコート着用の昭和天皇とロナルド・レーガン、米国大統領、モーニングコートを着用した男性、グレーのウエストコートが見えるモーニングコートは、男性の昼の最上級清掃の一つ、カットアウェイフロックコートとも言う。なお、英語本来のモーニングコートは、上着のみを指す。乗馬用に枚裾を大きく、斜めに切った形状で、18世紀のイギリス貴族の乗馬服に由来する。 シングルブレストなので、来歴の系統は、塩尾服や、フロックコートとは別と考えられており、塩尾部分の切り落とされたものが、現在の背広となったとされている。貴族が、朝の日課である、乗馬の後、そのまま宮廷に上がれるようにとのことから、礼服化して、19世紀には、公式な場でも現在の背広のように着用されるようになった。コートユニフォームや、 フロックコートが廃れていくに従い、昼間の最上級礼装とされるようになった。しかし現代のイギリスのエリザベス2世が組閣の任命をする場合、男性首相は背広型スーツでバッキンガム宮殿を訪れる。日本では内閣総理大臣、最高裁判所長官の新任式、認証官任命式の際や新任状法定式、 勲章真珠式等で宮中に三大する時などに使用される。ただし、昼間においても特別な正義の場合や、勲章真珠式の内大受賞を授与する場合には、モーニングコートではなく、演尾服が着用されることがある。また逆に、新任式などは夜間に行われる時もモーニングコートを着用することが習わしである。その他、結婚式での振動や振動神父の父、 卒業式での学校長、各種式典での主催者代表や主品が着用することもある。以下の構成は結婚式の場合の一例であるが、イギリスのドレスコードは日本の宮中と違い流行等の変化も取り入れられ、ロイヤルウェディングやロイヤルアスコット開催のロイヤルエンクロージャーのモーニングコートでは上着、帽子にグレー、ワイシャツネクタイに色、柄物、アスコットタイ、クレリックシャツ、 ベストにグレーイエローピンクも使われている。日本でも、三笠宮智人新郎が、園遊会で、グレーのモーニングコートを着用していた一方、日本の新認識では、紐付きの黒靴が慣例となっている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートの楽団員の服装、女王陛下の下手やハーディエミスは、結婚式における、正当な着こなしについて、実著で述べている。 文化出版局の復職辞典による一般的なそい以上が通例ではあるが実際には様々なバリエーションがある上着今日ではラペルはピークラペル胸のボタンは一つが一般的だが小邪神や20世紀初頭を舞台とした作品ではノッチラペルのものや胸のボタンが二つ以上のものも見られるノッチラペルのものは今日でも欧米の王室の 結婚式などで着用されることがある。また、通常のボタンの他に、拝み、ボタンと呼ばれるボタンがついていることがある。日本ではケージのみに使用できるボタンであると説明されることもあるが、実際にはそのような決まりはない。ウエストコート上着と同じ黒や灰色のほか水色系の色や黄色系の色といったものも、欧米を中心に広く用いられており、 特に王室などでは、ダブルブレストのものがよく用いられている。シングルブレストの場合、ボタンの数は5つないし6つが一般的。ダブルブレストの場合は下に行くにつれ狭まっていく6つ、ボタン3つ掛けが一般的。白襟を装着する場合もある。トラウザーズ島が入ったグレーのトラウザーズを着用するのが伝統的であるが、グレーの千鳥格子やヘディンボーン。 グレンチェック、あるいは、無地のトラウザーズを用いる場合もある。上着がグレーの場合は、ともじのものを用いるのが普通。ちなみにコールズボンのコールとは、コーデューロインがなまったコール店に由来するため、日本独自の故障である。英語ではフォーマルストライプドトラウザーズとか、単にフォーマルトラウザーズと呼ばれる。柄の名前からカシミアストライプドトラウザーズと呼ばれたり、 スポンジバッグトラウザーズなどと呼ばれることもある。シャツかつては、ウィングカラーなどのリツエリが用いられ、日本では未だにウィングカラーが用いられることもあるが、20世紀前半には、すでにターンダウンカラーを用いるのが普通になっており、襟型は、スタンダードカラーや、ワイドカラー、カッタウェイカラー、ラウンドカラーなどがよく用いられる。色は、白のほか、身頃に、 色柄がついたものも用いることができる。ウィングカラーを用いる場合、首の後ろにタイを通すためのループがないとタイがずり上がってくるので注意。カフスは今日ではダブルカフスを用いるのが普通である。カフリンクスはカジュアルなものでなければ基本的に何でも使用できる。タイ日本では無地のシルバーや白黒系のストライプの結び下げのタイが用いられるが、本来は 色や柄に決まりはなく、基本的に何でも用いることができる。今日ではあまり一般的ではないが、防音イやアスコットイを用いることもできる。長字では黒の結び下げが一般的。ウィングカラーを用いる場合、クリップ式ではクリップが露出してしまうため、手結びのイを用いる必要がある。時折、アスコットイをシャツの下に着用する着こなしもあるが、 フォーマルな場には不向き。また皮膚に直に着用すると汗や皮脂でタイが汚れたり傷んでしまう恐れがある。タイを固定する道具としてはタイクリップよりもタイに針を刺して留めるタイピンの方が正式。靴黒のオックスフォードシューズを用いる。かつてはドレスブーツが合わせられていたが今日では短靴が普通。つま先のデザインはキャップ等が一般的。 場合によっては、チェルシーブーツなどが用いられることもある。ポケットスクウェア日本では、白のスリーピークスのみと思われがちだが、実際には、様々な色柄や刺し方を用いることができる。なくても、比例とはされない。手袋日本では、白の布製の手袋を用いることが多いが、本来は、グレーや薄黄色の鹿革などが用いられ、皇室ではグレーが用いられている。 20世紀前半頃までは実際に着用するためのものだったが今日では手に持つだけのアイテムとされるが英国王室の儀礼やロイヤルアスコットでも現在は着用されておらず省略して差し支えないだろう帽子黒のトップハットを用いるのが一般的だがロイヤルアスコットなどではグレーのトップハットがグレーや黒のコートと共に用いられることもある折りたたみ式のトップハットである オペラハットを用いる場合もある。今日では一般的に無謀でも、比例とはされないため省略されることがほとんどだが、王室や皇室、国家の儀礼などでは未だに用いられることがある。ステッキ手袋や帽子同様、今日では用いないのが普通である。英国王室では細く巻いた雨傘が用いられることがある。ありがとうございます。